今日もまた始めましょう。日本語の復習、大事な大事な単語たち、大事な大事な文法を何度も何度も繰り返す。そうしてどんどん日本語が良くなる。たくさんの人は自分が中級だったら、たくさんの人は上級者のボキャブラリーを勉強するけど、実は大事なのは基礎、基本です。自分が中級だったら、初級をもっとやった方がいい。美しい話し方、ペラペラになるためには、やっぱり簡単な間違いをしてはいけない。例えば、安いじゃないとか、美味しいじゃないとか、そういうことを言わないようにする。安くない、美味しくない、もちろんわかるでしょ。いつも僕は同じことを言ってるよね。わかるでしょ。大事なのは基礎、基本。じゃあ今日も楽しんでいこう。勉強は楽しいこと、やればできるはず。毎日子供と、毎日じゃないけど、週末に子供といつも行く公園がある。そこではあるおじいさんがいて、彼の名は長島さん。長島さんは僕の子供に木でできた飛行機をくれた。それから毎週土曜日になるとその公園に行って子供と一緒に遊んでくれる優しいおじいさん。この前はいなかったから、もしかして病気になった？冬だし大丈夫？風邪でもひいてない？年だしちょっと心配になって、僕はちょっと苦しくなった。大丈夫かな。でも心配なかった。次の1週間後に行けば土曜日いつものように元気な長島さん。子供と一緒に遊んでくれてよかった。見つかった。やっぱりここにいた。多分僕と違って長島さんすごい健康的な生活をしてるし、ウイスキーとか飲んでないと思うから、まだまだこれからも子供と一緒に遊んでほしいなと思いました。よろしくお願いしますと言って、また来週と言って帰ってきました。それでは。